フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。女性は毎日化粧やアイメイク、リップなど外見を整えるために様々な努力をしています。もちろんどれもが適量であれば男性を引きつける強い武器になるのですが、たまに男子が引いてしまうものもあります。今日はそんな男受けが良くない NG メイクを5つ見ていきましょう。アイメイクしすぎ。いや、白目なくね。たまに目のつけまつげがアゲハチョウみたいになっている人がいますよね。アイシャドウをがっつり塗り、つけまつげを盛りすぎてもはや白目がない状態の人もいます。すべては目を少しでも大きく見せたいという横島な気持ちから起こるものですが、白目がなくなるくらいまでやるのはやりすぎです。また派手なカラーコンタクトもなんか爬虫類っぽくてあまり受けがよくありません。やはり男子は有村架純のようなナチュラル目。不気味なほど白い。お前顔色悪いけど大丈夫か。美肌至上主義の現代では女性の肌が白くて綺麗なことは当たり前の条件になりつつあります。もちろん肌の綺麗な女性は男子も大好きですが、美白を求めるあまりやりすぎて顔だけが白浮きしてお化けのようになっている人もいます。これではもう化粧ではなく塗装です。男からは顔色悪いけどお前大丈夫かと心配されてしまうことでしょう。真っ赤なリップ。俺赤いリップ苦手なんだよな。真っ赤なリップに男性は魅了されるみたいな風潮がありますよね。確かに昔の人は違和感を感じるほど真っ赤なリップでも魅力的だと感じたのかもしれませんが、今は自然さを残すくらいわずかにリップをつけるのが鉄板です。色も赤というよりもローズ色の方がいいでしょう。やはり男子は有村架純。肌にキラキラのラメ。なんで肌をキラキラさせる必要があるの？肌にキラキラしたラメをつけている女性もいますよね。確かに男子はキラキラしたものが大好きです。それは遊戯王のレアカードを嬉しそうに持っていることからもよくわかりますね。しかし女性にはキラキラよりも透明感を求めているのです。わずかであればあってもいいと思うのですが、キラキラのやりすぎは禁物です。チークのやりすぎ。お前は赤星インコか。ほんのり顔が赤らんだ女性って本当に可愛いですよね。もちろんあれは女性の毛穴から湧き出る天然成分ではなくチークの仕業です。しかしチークはほんのわずかでなければなりません。もし少しでも盛りすぎると赤星インコみたいになるので逆効果です。ワンちゃんこの子チークしてなくてこのほっぺの明るさなのかなと思わせるくらい自然に仕上げましょう。今日の授業は終わり。また来てね。